はい、皆さん、こんにちは。はい、ということでですね、えーまあ、また会見の話になってしまうんですけども、えー、会見でですね、まあえー、キム・スー・チョルと結構ずっと一緒にいてですね、まあ、移動する時間があって、まあ、タクシーに乗る時間もあったんですけども、そこも、えー、キム・スー・チョルと 一緒にずっといたんですけども、ねえー、まあ通訳の女性の方もいていろいろこういろんな話をしたんですけどもそこであのー、スー・チョルからちょっと驚いたというか衝撃的な、えー、話を聞きまして、えー、なんとですね、えー、スー・チョル氏、えー、キム・スー・チョルは「小木チャンネルを見ていると」と、えー、そういうふうに言ってくれました。 えー、特に、あのー、水抜きの動画ですか、あれを見て、すごくこれは素晴らしい動画だと、えー、言ってくれて、ですね、あのー、本当に嬉しいなと、えー、そういうふうに思いました、えーまあ、パク・シウ選手も小木、えー、チャンネルを見てくれてるということで、えーまあ、韓国の選手には、えー、結構こう人気があるチャンネルなのかなと。 そういういいに思いました、えー、キム・スーチョル選手、アーチュレーター選手と戦いますので、えーまあ、ライジン代表として、えー、みんなでぜひ、ね、応援していただいて、本当に、まあ、ずっと話もしてて、本当にいい人なんで、あのーあのー、素晴らしい選手ですので、応援していただければいいかなと。 思います。はい。では、えー、皆様、ライジ40年まあ、昨日も言いましたけども、ぜひ会場に見に来ていただきたいです。そして、見に来れない方は、ペーパービューで応援していただければ嬉しいかなと、えー、そういうふうに思ってます。はい。えー、では皆様、本日もご視聴ありがとうございました。